はい、どうも、カズマリアです。ボン。はい。はい。ということで、はい、ただいま、淡路島にいます。淡路島。明日ちょっとね、徳島の方で、はい、とある撮影をするために、はい、その前乗りで淡路島にいるんですが、はい、今からね、車中飯を作りたいと思います。はい、お腹減ったわ。なあ、お腹減った、ほんまに。もうお風呂も入ってきてね、さっき、うん、今日はほんま完璧やな、スケジュール的に完璧や、うん、時間的にもいい感じやもんな、うん、やっぱ淡路島っぽいものを食べたいやん、せっかくやったらしらす？おお。おお。あった？あった？あったか。そう、まあ、海鮮ね、海鮮なイメージ、なんか新鮮な海鮮なイメージがそうやな、そう、あるやん、淡路島って海に囲まれてるからな、そう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 、だから海鮮丼を作っちゃおうかなと。なるほど。本日は先ほどスーパーに行ってきたんですけど、はい、そこでたくさん海鮮を買ってきたので、はい、お魚たちを紹介していきましょうか。了解、取ってきます。はいよ。まずライス。あ、そう、もうご飯は炊かずに。あ、あったかいで、ご飯まだあったかいな。うん、まあ、とりあえず乾杯しましょうか。カズマさん、ビールですね。ですね。え、こんなん売ってるんやな。乾杯。あ、うわ、めちゃくちゃ美味しいねんけど。美味しい、うん、え、めちゃくちゃ美味しい。これ買って帰りたいねんけど、本当に。はい、ではカズマさん、はい、海鮮たちの紹介をお願いします。はい、徳島県産のタイ。おお、いいやん、はい、徳島県産いいやん。で、これは愛媛県産のイサキ。イサキって何なの、聞いたことないの。そしてこれはチリ産。これチリ産やったん。これチリ産。アトランティックサーモン。エビ、これタイ。タイ？え、これタイのエビなの。タイのエビ。伊豆が選ぶの全部外国産なんやけど、半分半分海外や。うん、すごいのがこれ普通に半額で売っててんな。240円。全部半額やもんな。そう、全部半額やん。エビ以外これなんかもう190円やもんな。はい。なんで今回はすごいコスパの高い、そうやな、魚介類たちが揃っております。あと最後にね、このゲリコっていうなんか魚の揚げたやつ。なるほど。そう、これなんか気になって買いました。どこさんとか、あ、香川県って書いてある、うん、香川県のイワシ。そう、これも珍しいから買ってみます、はい、あ、叩き系はもうかけちゃうな、これ違う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 。どういうこと、海鮮丼作るって言ってるやん。まずタイとかやな。まずタイやな。タイだけでいいの。タイ何匹ずつ。タイは半分ずつしようか。半匹ずつ。いいやないっすか。はい、海鮮丼完成しました。割といい感じにいったな。ふぜみさんはこんな感じ。いただきます。これ気になる。しかも見て、抹茶塩やで。抹茶塩、抹茶塩ってすごくない。いきます。うわ、抹茶。どうした。めちゃめちゃ美味しいです。美味しいです。いただきます。あ、美味しいわ。うん、エビ普通に美味しいです。めっちゃ美味しいな。うん、魚が美味しいね。天ぷら、うん、130円やで。全部100何円とか。うん、何だよ今な。まあ、たまたま半額の時間帯やったから。うん、はい、恒例の晩酌タイム。はい、サングリアとお水で。はい、はい、はい、あ、なるほど。キウイ強いな。パイン強いな。え、あ、けど匂いはワインの匂いする。え、パインって言ってた。
キウイの味が強くない、ああパインの味が強くない、匂いはワインの味がする。ややこしい。寝るときシートに何か引かないと汗や皮脂がつくのが気になりますというコメントがあります。 それに関してはそう思います。確かにこれはちょっと考えてんねんな。そう、まあ、いずれ紹介できたら、いずれ紹介できたらいいなっていう感じですね、はいはい、これから夏本番は車中泊きつくなってくるでしょうっていうコメントです。なるほど、確かに冬よりきついかもしれない。いやでもこれは人によるんかな。うん、多分そうやと思う。俺は寒いのが得意やから。伊豆は無理や。寒いのは耐えれんねん。うん、逆よな、うん、伊豆と川くん。伊豆は寒いのが耐えられへんよね。耐えられへん。だから多分クーラーつけっぱなしも耐えられへんねん。もう寒くて。そう。そう。そこが体質によって違うんかな。多分。だから真冬とかでも全然いける。行けてたもんな、うん、もういざもう上着何枚も着ても布団もくるまってくるんでマフラーしてまで寝ないと寒くて寝られへんもん、うん、で何やろ、寒い時って着込むからさ、やっぱ意外に汗かくんよな、うん、あでそれがちょっと嫌やねんな、なんか 汗かいてるけど外出たらめっちゃ寒いしみたいな。なるほどな。そうって考えたら夏は暑くて目覚めるから、うん、ああ寝る面に関しては全然問題ないし、朝早く起きれるし、うん、顔洗うのも嫌じゃないしみたいな。あ気持ちいいやん。夏好きやん結局。え？結局夏が好きやん。夏好き。夏の方が個人的には好きかも、車中泊。なるほどな。あでも早く起きれる点だけはすごいいいと思う。そう、出られへんもんな冬やったら。冬はほんまに出られへんから。まあでもこれはね。人によると思うよな。そうやな。では冬の方が好き。タカ冬？うん。いざ夏派やな。いつもお気に。車内の冷房はどうしているんですか？冷房は基本的にアイドリングをしないとつけれないんで。なんで寝る前につけるとか、あとご飯食べてる時はつけるとか。うん。で寝る前に消すっていう感じ。さすがにやっぱずっとつけっぱなしで寝るのはな、なんかな、周りの人も多分窓開けて寝てる人とかいるかもしれへんしな。そうやな、ガソリン的にもちょっと嫌やしな。うん確かに、うん、日本一周してるん、してるんっていうコメントです。ああ日本一周はしてないですね。はい、ただ結構移動はしてますね。うん、してる。移動だけはめっちゃしてる。そうやな、うん、なんか1ヶ月でトータルしたら家半分、車半分みたいな感じ。ちょっとキャンプみたいな感じやんな、うん、なんかだからなんか家賃ももうもったいないなと思うようになってきてあんまり、そうやな、うん、まあまあ家で寝てることが多いかもしれんけど、うん、まあ確かに。オープニングの時彼氏さんなんて言ってる、早口でなんて言ってるか分かりません、チーンっていうコメントです。なるほど、じゃあゆっくりお願いします。ゆっくりお願いします。はい、はい、どうもカズマリオです。カズマリオですね。はい、これもね名前変えようかなと思ってそうなの、なんでなん。いやなんかカズ、普通にカズマ表記にしようかなと。ああ、そっちの方がいいと思う。泉さんは泉って、泉和真。うん、そうやな、ちょっとそれ考えなくていいとわかんな。そう、なんか初めて見た人のに名前がわからへんっていうか。確かに、うん、だから最近ちょくちょく動画でその一番最初に和真と泉って名前を出してんねんけど、出てる。うん、けど何言ってるか確かにわからへんかもしれない。泉もボンしか言ってないし。うん、何こいつってなるやん。なるほどね。だからなんかちょっと挨拶も考えないと、考えないといけないね、はい、というわけでちょっと最新の質問から読んでいったんですけど、はい、はい、質問っていうかコメントやな、うんうん、また定期的に読んでいきますんで、はい、はい、よかったら質問を踏まえたコメントもね、はい、お願いします。お願いします、はい、というわけで、今日はね寝ましょう。寝ましょう。はい、ではおやすみなさい。おやすみなさーい。